はい、今回は、立ち追い杯の、碁を、やっていきたいと思います。黒番がシャイミ、女優本因坊で、白番が、藤沢里菜立ち追い杯ですね。はい。じゃあ、それではお願いいたします。そうですね。早速、そうですね、主張が悪いので、今まで、これはあんまり初めて見たんですよね、僕は。はい。こういう常識が、これで主張が悪いということで、なかったんですけど、主張あたりっていう作戦があるんですね。あと、意外とこうやってかける変化も検討されていましたね。これも意外とまあまあかもしれません、白も。はい。まあ、こういう変化になりましたね。まあ、切る変化も、まあ、おそらくあったと思います。これはこれで変化がすごい相当あったと思いますね。そうですね。こう、生きに行ったんですよね。まあ、ここは生きに行くのが大きいのかどうかはちょっと難しい問題で。別に捨てて打つような打ち方もできるんですよね。まあ、続けてここを割り込むのも好点ですし、ここ一手かけさせて、他打つのもあったと思いますけどね。はい。まあ、この子はすぐ生きに行きましたね。高いではなかなか打てないですね。せめて低く、なら、わかるんですけど。いや、この高い手には、驚きましたね。まあ、この交換は、良かったかどうかは難しいところですね。打たない人の方が普通だと思います。下から、どちらかというと行きたい感じなのでね。本当は。ここ覗いてもここ熱いですからね。まあ、部分的にもこの格好は白不満ないと思いますね。そうですね。まあ、こうやって模様を広げていくとちょっとね、一本調子な意味があるので、まあ、例えば低く打って、まあ、字を、字の語も見ながらね、打つとか、そうですね。こうやって肩を行くような手も考えられると思いますね。ここの模様を、増やしながらこっちの白模様を消していくような感じですね。まあ、先に実利与えてるのでね、怖い打ち方ですね、これは。
そうですね、この1本は、こう取られてくると悪手になるので、この交換も、どうだったでしょうかね。そうですね、ずいぶん固く打ちましたよね、この手は。この辺りは、白のリズムの方が、いいと思うんですよね。まあ、押しも、まあ、この今度打ち込みを見て、こっちの入る援軍にしてますよね。はい。まあ、ここが、まあ、しのぎのポイントになりますけど、まあ、なかなか、捕まえることは難しいと思うんですよね。で、ここ出切った手が素晴らしい、いい手でしたね。こう取りますと、こう切りから、まあこうなんか受けないといけませんけど、こうやって全部絞られてしまうんですね。そうするとここら辺継がれてしまいますと、例えばこうやって封鎖しようとしてもこういう付け越しが待ってますんで、まあ黒が全然ダメですね。まあだからこう絞り食らっちゃとても取れないということで、これが苦心の返し技で、すごい手でしたけど、まあでも白も下がりが冷静な対応でしたね。まあこの分かれは、まあ、白の方が成功したと思いましたね。実利も相当ですし、まあ自然とこれ助かりましたから。まあ、ここら辺でね、ちょっと藤沢里菜、さんが、まあ、硬くなったっていうね、局を、感想を漏らしたんで、まあそうですね、この手も硬い手なんですよね。ただ、そう、この手でこういうとこ打ってる方が良かったかもしれませんし、まあ、この下がりはまだいいとして、そうですね、この数子を助けに行ったん、まあ、これとこの交換はいいとして、まあ、この数子助けたのが良かったかどうか、もうね、ここら辺もう全部取られてるとこですから、助けても待ちだけの問題で、むしろ取られた方がこういうとこ真ん中効くので、こっちの制限もしやすいですので、例えば滑りとかすごい、これと負けないぐらいの大きさですね。実利的には。そうですね、ここに2手かけた感じもありますよね。ここね、付け越しはちょっとまあ筋で打ってみたいところなんですよね。まあおそらくこうなってこういう感じになると思います。そうするとここ出ていく手も残りますので、まあ良かったとも思いますし、あとこういう羽もまあ大きいとこですね。こうボリボリやってっても、それなりに成果が上がると思います。そうですね、ここ結構入られたのはちょっと痛かったと思います。これを決められて、そうですね、つなぐなって、今度、羽が今度並びで受けられますので、
今度自分の方が弱くなってきましたもんね。ちょっとここら辺でここに手を戻す感じになってしまって、ちょっと逆転したかもしれませんね。それでここの手止まりを打たれてしまいまして、一気に黒がポイントを上げちゃった感じです。それまでは白ね、いい流れだったと思うんですけど、ちょっと後半硬くなったっていう、印象でしたね。じゃあまあこの後はこれで終わりにしたいと思います。失礼いたします。